さて始まりましたぼよぽんチャンネルです。それではそうたくん、今日の紹介は何ですか？どうガオグランナーシャーク。そうだね、アースグランナーのガオグランナーシャークがいよいよ発売になりました。イエイ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 。それではですね、このガオグランナーシャークがどういうものかちょっと説明していきましょう。このガオグランナーシャークだけど、そうちゃん、これってどういうやつなんだっけ？合体する。そうだね、合体するやつだね。何と合体するの？イーグル。そうだね、まあ、今見てもらっても分かると思うんですけど、今、目の前にあるのが、アースグランナーのレオチーターとなります。で、これ絆合体セットで、これイーグルの方はあるんだけど、下半身がなかったんだよね。ね、いよいよこれで2体揃うね。ちょっと開ける前に、ちょっとこのガオグランナーシャークの説明というか、ちょっと見てみたいと思います。ガオグランナーシャークっていうぐらいなんで、サメのロボットなんだよね。で、武器の方が、ジェットスピアーっていうのとジェットアローの2つの武器を搭載してるみたいです。これどうやら多分この背びれとか尻尾のやつを組み合わせることでこういうモードになるのかなと。まあ、ちょっと開けてみてみたいと思います。ちょっと裏面の方を見てもらうんですけど、超高速で現場に駆けつける、さらにロボットの下半身に変形ということで、イーグルシャークの、まあ、下半身になるパーツですかね。で、ガオグランナーイーグルとガオグランナーシャークが合体することで、なんとイーグルシャーク、そうですね、イーグルシャークの方に変形できるみたいです。それでは早速中身の方をポンタ君お願いします。じゃじゃーん。シールの方は、そうだね、ちょっと見てみると、シールはもしかしたらあるのかな。ちょっとこれ、カットして説明、あ、そうだね、カット、はい、シールの方もついてるみたいです。じゃあ早速ポンタ君、開けてください。ハサミを使うときは気をつけてね、あと足の方あるんじゃない？抜けるかな？あ、まだだね、はい、これで下半身のパーツが取れました。続いて、こっちの武器の方かな、ちょっと開けてみましょうか。はい、パーツが3つありますね。パーツ的にはあれかな、背びれと尾びれ、あと銃みたいな武器がついてますね。じゃあこれに早速シールの方貼っていこうか。はい、それではイーグルシャークの方に、シールの方を貼ってみました。貼る前もかっこよかったんですけど、貼ったことによって、前以上に、かっこいいデザインとなっております。それじゃあちょっとですね、背びれ、尾びれと武器パーツを、つけていきたいと思います。付け方なんですけど、まずはですね、尾びれの方から、ちょっと付けていきたいと思います。尾びれをつけるのですが、この足パーツのところに、穴が、開いてまして、ここにですね、尾びれの方をつけて、よいしょ、これで尾びれの方は完成となります。またですね、この横のところに、側面のところにですね、ヒレがありますので、ヒレの方を出してください。武器パーツと、背びれの方 を、くっつけていきたいと思います。この武器がですね、こう開く仕様になってまして、ここのところにつけて、
これで、完成となります。とこれをちょっとシャークの方に取り付けていきたいと思います。取り付けるところがありますので、これをガチャンと、これがですね、ガオグランナースシャークの、完成形となります。すごいデザインもですね、かっこよくできております。特にですね、あのレオチチーターの方ともちょっと比べてみたいと思うんですけど、チーターの方もかっこいいかなと思っていたんですけど、デザイン的にはですね、シャークの方が僕的にはよく作り込まれていると思っております。ちょっと比べてみましょう。チーターの方は、アスパーツにもう単純に武器が乗ってるだけなんですけど、シャークの方には頭にも武器パーツもあるんですけど、ヒレがあったり、尻尾の尾びれがあったりとですね、いろいろ工夫が行われてると思います。またですね、ちょっと面白いのが、実はシャーク口が開きます。チーターの方はちなみに開けません。これは結構こう大きな違いかなと思います。それではですね、ガオグランナーシャークを、ロボットの下半身の方に変形していきたいと思います。まず、変形の仕方なんですけど、まず、武器パーツを取り外して、足の方も取り外します。尾びれの方と、先ほど外した武器は後で武器になりますので、そのままにしておきます。まず組み立て方なんですけど、足の裏ですね、足の裏を出します。はい、じゃあ出して、じゃあこっち側出してください。1、はい、2、はい、これで立ちます。で、どうするの、こっち向けてやって、こうやって、うん、はい、そうだね、結構ヒレ外れやすいんで気をつけてください。こうやってやって、こうやって、頭をひねります。うん、で、そこでもう、うん、ここでもうイーグルをここにくっつけないとダメだよ。イーグル。じゃあイーグルの方を絆合体してみますか。うん、はい。じゃあここに上半身パーツがありますので、これをつけたいと思います。これどうなったと思う？それではですね、イーグルの方とシャークの方、絆合体の方をしていきたいと思います。それじゃあ下半身のところに、はい、絆合体。なんかやっぱイーグルとシャークはしっくりきますね。ね、バランスがすごいいいよね。で、チーターの方もかっこよかったんですけど、やっぱイーグルにはイーグルシャークのデザインの方がすごい合ってると思います。青々のデザインとてもかっこいいね。で、また音声の方もなんですけど、イーグルトミカのやつはチーターモードになってますので、これをイーグルモードにした方が楽しく遊べると思います。ちなみに変更の仕方なんですけど、コアグランナーレオトミカの、上のこのスイッチですね、ここを3秒間押すと、うん、イーグルシャークのモードの方になります、うん、ちなみに音声の方は、うん、イーグルシャークって言ったね、うん、他の音声もちょっと聞いてみるか、うん、ジェットアロー、そうだね、じゃあジェットアローとジェットスピアの武器もちょっと組み立ててみるか、うん、ジェットアローは銃だから、うん、弓矢だからどうやってやるかっていうと、うん、剣がいい、剣がいい、じゃあジェットスピアの方やってみるか、うん、先端のところに
背びれのところを背びれをまずつけます。その後に尾びれパーツの方をこの背びれのパーツとくっつけることでジェットスピアーの完成となります。じゃちょっとこれもイーグルシャークの方に持たせてみるか。手にね、手にね、はい、ちょっと持たせてみて。おお、長いね。うん、すごいね。やっぱなんかアクセルソードよりも、アクセル感かよりもだいぶ長いから、すごいこうデザイン的にも迫力があるね。ジェットスピアーって言ったね。じゃ次はジェットアローモードにしてみようか。じゃあさっきの武器を一回、武器パーツをまた外しまして、この銃ですね、これを開きます。でそこでそうだね、この尾びれのパーツをここにつけてしまいます。でその後、僕してる、つけた、お、ちょっと 見して、これジェットアローだね、うん、じゃあつけてみるか、うん、つけて、うん、これを貼ってるんだよ。お、かっこいいね。でもね、ジェットアロー、なんかね、でも、うん、これね、これがね、シャークままでここをこうやってやって作ることができるっていうこと。ほら、こうやってすればさ、こうやってやり、こうやってやってもさ、かっこいいね。はい、それではですね、続いて、トルネードトミカの方をちょっと入れてみたいと思います。でこれもですね、ここ3秒押して、イーグルシャークのモードの方に変えてください。1、2、3、はい、イーグルシャークのモードになりましたね。はい、これでもうむちゃむちゃかっこよくないですか。デザイン的なんですけど、やっぱあれですね、先ほども言った通りチーターと比べると、とてもデザインがしっくりくる感じですね。やっぱ初めからこのデザインで作られているのが分かるような、すごいこうかっこいいデザインとなっております。ちなみになんですけど、ここについてる武器もが背中の方に収納できるようになってるみたいです。背中のですね、この後ろのパーツ、これに対してここに出っ張りが2つありますので、ここのところに、この武器の、この穴を取り付けることで収納ができるみたいです。武器はこっちかな。どう、そうなんだけど、その次、ほらここが入ってる、ここかするんだね、OK だね、はい、武器が背中の方に収納できるような感じになってるみたいです。ちょっと待ってやる、飛ばしてやるってなってるね、うん、やっぱこう背中に収納した感じもだいぶいい感じだと思います。こうやってのっけ、ガニも乗っけることもできるみたいですね、はい、じゃああとレオの方にもちょっとこうつけてみたいと思います。ちょっと一旦外します。はい、それでは続いて、レオの方に取り付けていきたいと思います。それではくっつけます。ガシャン、はい、
はい、レオとの絆合体ですね。テレビ出てくるかわかんないんですけど、名付けるならレオシャーク。まあこれも意外と悪くないですね、デザイン的にも。なんか、まあ、チータの方がしっくりくる感じはありますけど、赤と青のバランスが非常によくできていて、違和感も思ったほどない感じになってますね。すごいね、やっぱ武器を持たせるとまた一段とかっこいい感じになるね。チーズをつけた、エアロトルネードもつけるの。おあ、これもこれで悪くないね、ポンタくん、ね、これはかっこいいというふうに、非常にですね、遊びの幅が、シャークの下半身があることで、広がる感じとなっております。はい、今回のですね、ガオグランナーシャークの説明は以上となります。また次はですね、サーベルパンサー、そうだね、サーベルパンサーとかも発売するみたいなんで、もし、ね、買ってね紹介できるようならしていきたいと思います。それじゃあまたみんな、バイバイ、バイバイ、よかったら高評価チャンネル登録よろしくね。